神戸市兵庫区、神戸駅の近くに来てます。あちらが三井住友銀行、奥に見えてるのがクリスタルタワーですね。で、この並みのところ、せっかく解体、古い建物を解体してもらったんだと思うんですけども、新しくマンションの建設予定、もう作りすぎなのにまた新しくマンションを作ろうとしてる。とにかく作らないで一旦固定しといてもらわなかったら無理ですね。以上です。あちらもクレーン動いてますね。新しく建設しようとしてるんじゃないですか。これやっぱり無理ありすぎますよ。この辺りもう一回撮影した後でまだ建物建ってる。2023年9月12日、淡井圭介本人、あちらの方で、何か大きな建物を建設中ですね。ちょっと数ヶ月してからよく来た、もうこのありさまですね。あちらこちらで建設中ですね。以上です。皆さんこんにちは。2023年、9月の12日、時刻は20時16分、今日神戸市兵庫区へ行ってきて、裁判所と父の家と労働基準局の方へ行ったんですが、神戸西労働基準局なんですけども、その間で、新しく建物を建てようとしているところが少なくとも3箇所。建築中のところも含めて新しいものですね。以前に撮影したものとかありますんで、まだ作ってるところ、他にも、以前これ撮影したところかな、どうかなっていうところで、保留した部分とかもあるんですが、他にも見受けられます。もうとんでもないことになってますよ。どこもですね。どこもかしこもですね。これ神戸市だけじゃないですよ。兵庫県だけじゃないですよ。日本全国でこういうこと起きなかったら、2011年頃に600万件ぐらいだったんです、空き家が。それが、2022年ぐらい、もう少し手前かもしれない。もう1000万件突破してるんですよ。ずーっと建物建ててるんです。いいですか？ずっと人口少子化進んでるんですよ。生まれてきてる子供たち、0歳から20歳ぐらいの人たちがもう決まってるのに、ね、住む買い手がいないのに、なぜ作ってるんですっていうことが、重要な問題。エネルギーの残存量問題もそうだけども、経済的にも。で、大阪万博カジノに関しては別の欄に、淡井圭介の履歴の YouTube 一覧表、大阪万博カジノについてというものがあります。大体名称としてはそういう名称でいいと思います。三井住友銀行から5000億円ほどの借り入れ。で、もともとそれも許可を、海外の、自分の国から出展するって言ってきた国は一番最初、韓国。で、今現在6カ国ぐらいみたいなんですけども、チェコとか、アメリカとかロシアとか中国は多分まだ動いてないと思うんですよ。で、多分動かないと思いますよ。エネルギーの残存量問題とかありますから。動かれたらもう取り返し効かないですね。で、B タイプ、C タイプのプラン、先ほどは A タイプのプランなんですけども、海外の方から申請してきて、実費で、っていうことですよね。今なんかちょっと体の調子というか、ちょっと抜けていくようなものがあったんですけども、それでちょっと違うかなと今一瞬思ったんですけども、A タイプって全部海外のその申請してきた国の負担ですよね。国とか企業の。B タイプ、C タイプは日本です。日本がお金出すんです。三井住友銀行から大阪万博カジノで5000億円以上の借り入れです。オリックス、山一証券もともと悪いことしたから山一証券って倒産したんでしょ。もう分かりやすく言うとそういうことなんです。
で、昔からもう1920年の頃からアメリカの議会で、アメリカ内のことですよ、証券会社と銀行に嘘があるっていうことで、罰せられてるんですよ。もうそのくらいの時代から日本もそうなんですけども、ずっと銀行と証券会社合併を繰り返してるんです。ずっとね。負債を抱えさせられるんです。わかります？三井住友さんが破産した時。合併させられる、例えば三菱 UFJ とか、みずほ銀行とか、みずほ銀行なら純利益ありますよねっていう話になるでしょ。無理ですよ、どう考えても。今のこの状況。その大阪万博のカジノだけの話じゃないですから、大阪万博のカジノだけで年間入場者数2000万人で純利益が出てくるみたいな内容を公表してるんですよ。いいですか？私が安倍政権の時に政府通して中国政府等に日本へ海外旅行のお客様少しずついいですから増やしてもらえませんかって言って海外からのお客さん増えたんです。それまで1000万人ほどですよ。1100万人いませんよ。海外からのお客様。じゃあ、っていうことは2000万人来るっていうことは日本人が負けに行けっていうことなんですよ。いいですか？5000億かかってる、以上かかってるっていうことは、1兆円分ぐらいみんなで負けに行かなきゃならないですよ。人件費とかかかるから。電気、ガス、光熱費、水道代、通信費、他にもいろいろあります。固定資産税とか。もう話めちゃくちゃ。だから岸田さんは、その、大阪万博の乱のところでね、岸田総理はカジノ反対派っていうことを書いてるんですよ。万博反対派の方なんですよ。もともと。本当は俺もそう思ってるっていうことを、僕はね、テレビに向かって言う方法で時間軸超えて。で、その頭のいい人をしっかりと物事を受け止めれるんですよ。テレビ出てる人たちで仕分けさせていただくとね。まあ、喋ってる内容の方が本当はいいんですけども、頭の中で考えた内容を伝えたりとか、それは意図的に僕の方もしてます。コンピューターもそれ分かって中継してますから、時間軸超えてね。だからタイムマシンはすでに出来上がってるんです。ずいぶん昔からね。テレビに向かって言うか、頭の中で考えるか、ずっと僕は頭の中、電波ジャックされてますから、スーパーコンピューター K と富岳がなぜ神戸市なのか知りたい。で、総理とかは明確に、聞こえるみたいです。で、まあ、電気自動車化の件について、その一歩手前ぐらいの頃か、その後とかで、俺たちの意見はもう少し違うって、こう、エンジン組みながらね、岸田さんもしかしたら外務大臣の頃だったかもしれないですけども、僕がどういうふうなことをいつものルートで送った SD カードか、テレビに向かって言う方法、まあ、頭の中でも同じですよ。もう、強制的に考えている内容とか伝わってる時は伝わってますから。字幕読んでもそれ伝わってますから。国会議員の人たちとか。だから、とにかく、まず落ち着いて、絶対しなきゃならないこと、しなければならないことって、もう皆さん明確に分かりましたよね。エネルギーの残存量問題。これだけ私が申し上げてきたんですから。あと、経済的にも同じですよ。建物建てすぎ、絶対どうしようもない。もう撮影した後、僕の撮影したところの欄見てもらったら分かりますから。作りすぎた建物、YouTube 一覧表とかでもないですか？なかったら今度作っておきますけども、基本的に40番台の前後ぐらいにありますよ。60番までにあるはずですよ。自分でそれぐらいの番号を探しましょうよ。一般人の方も含めて言ってるんですよ。あのね、撮影するのなんか許可いらないんです、建物。隠蔽されるよりもよっぽどマシなんです。物申しさは出てないところ、まず人住んでないですよ。それだけ空き家をたくさんずっと作り続けてるんです。夫婦化があるから無理です。経済を 100% で間違えてるおバカさんが存在するんですよ、きっと。お金をずっと回していけばずっとお金が回るって無茶苦茶な考え方の人間。本当に倒産してる会社なんかいっぱいあるでしょ？自分で見たらわかるでしょ？そこまで金になぜ意地汚くなった？後の世代はどうでもええ。むちゃくちゃや、そんな奴ら。
昔から銀行とかでお金を流し込む奴らが存在する以上、この世の中は正しい世の中にならない。で、神戸市兵庫区で3階建ての家結構見かけます。で、普通の一軒家よりもスペース自体が広くて3階建て。どこの誰がお金持ってるの？もちろんそこの土地と建物の権利者法務局行ったらお金払ったらそれわかりますよ。出てくるから、情報は。買えばね。けど僕一人じゃ無理。手に負えない。お金がないからあんまり。だから状況はかなり深刻ですね。世界中の皆さん。自分の国でももう中国も同じことが起きてしまったでしょ。建物を作りすぎていて。で、500何十メートルのビルを建てる建設中で、日本のニュースではもう建設ストップしてるニュースなんです。だけども中国行かなかったら実態わからないと思います。本当に。中国で本当にその建物を建設途中で中止したかどうか皆さんわかります？完成したような映像とかもみんな見たことありません？そのモデル図として、もうそれ見てしまったらもうこれだけニュースが前後してるような内容いっぱい放送されたらもうごちゃごちゃになるでしょう。だからもうテレビ局合併させるしかない。もうある程度のところでもうまたホームページに書き込んでおきますけども、テレビ局のここ喫緊のね、売上純利益何年でストップしてるか分かりますから。だから2023年3月期のデータで日テレさんは純利益ありますね。日本テレビ放送も株式会社正式名称で、関西は読売テレビで、まあ系列、まあ持ち株のとはあるんでしょうけど、新聞社とね、まあね、関西のテレビ局は軒並み純利益は2020年や2021年ぐらいで止まってますね。それ以降はないっていうことですよ。コロナウイルスがあったにせよ何にせよ、少子化が世界中でこれだけ進行している以上、エネルギーの残存量問題も急に数字が変わった以上、もう僕も旅行客求めない方針ですから、世界中の政府に。その国で、日本へ行くように促すようにしなくていいです。自分の国でみんな少子化になってるよ、大変だよって、早く家のローンとか返済して、仕事もいつまであるか分かんないよって教えてあげることの方が重要。ね、若い人たちとかはお金一時的に持って勘違いして海外旅行とか行ってるんですから。中国から、日本のニュースも変なんです。中国からフィリピンとかインドネシアに旅行をしてる日本の方が近いとかいう理由で日本に誘致してこようというテレビ局のアナウンサーとかコメンテーターは未だに存在します。バレてるんです。すでに。私に言われている以上。わかります？あなたたちの頭じゃ無理なんです。バレるから。頭の性能のこと言ってるんじゃない。積み上げてきたことと軸を何にして考えてるか。世界の五大問題。エネルギーの残存量問題と少子化問題。これは先進諸国どこも抱えてます。で、老朽化した建物の問題。作りすぎた建物の問題。金属の残存量問題。いろいろあります。それプラス、なぜ地震が発生するか。本当のこと言うと六大問題。これが頭の中に入ってないと、話が全部無茶苦茶になるんです。経済だけ言ってればいい。そんなバカな会社いらないですよ。テレビ局のこと。もう日本中に撒き散らしてしまった後や。だから佐々木明子さんにも厳しいようなことを言ったんですけども、その動画はアップロードした後存在しなくなってます。多分人間が行ったんじゃないと思いますよ。もし、テレビ東京さんの関係者や政府の人が動かれてそうしたんだったとしたら、それは間違いですよ。誰かそれぐらい厳しいことを言える人間がいなかったら、実際それでやめていってるわけじゃないでしょ。誰かそれぐらいのことを勇気持って言える人間いなかったら、実際テレビ東京さんだって赤字なんですから。2021年ぐらいで。東京の方もね。大阪テレビじゃないですよ。もう関西のもうどこも無理だから。事態に何が起きてるかはみんな自覚しましょう。だからその最初の映像をちょこちょこっとそのつなげてますけども、もう手に負えないですね。日本中私一人で見に行けると思います。無理でしょう。で、各自が撮影して、
新しく建築しようとしてるところとかね、建築予定地のところとかね、みんなでそれ YouTube にアップロードとかして、なんとかしなきゃこれ無理ですよ。だから僕は、動画の再生時間とかが、増えて、パートナーシップとかがね、結べるような形になって、YouTube で、生ライブとかができるようになれば、皆さんからの情報をかき集めますから、どこそこはどうなってる、ああなってるっていうことを言っていただいたら、僕のホームページでそれ上げていきますから。岸田政権でどこまでの物事ができるか。麻生太郎さんは副総理というお立場で、あのご年齢ですけども、こう、喫緊だと思われる姿の時に、IR 法については、早急に、まあ、略して言ってます。IR 法については、早急に削除しなければならないっていう内容を伝えた時に、麻生太郎さんは分かってるって答えてるんですよ。あのご年齢ですよ。80歳前後です。40代。後半以上の人間。もう40代からでもいいです。もう30代後半でも実力のある人だったらいいです。とにかくみんなで止めましょう。この建築業界の動きと、万博そのものをね、世界中で。それこそ国際司法裁判所で、国際条約の万博をもう削除しましょう。きりないです、それがあったら。それ理由でお金を動かして、自分たちの収入として、給与として、まあ、賃金でも報酬でも何でも同じですよ。役員報酬でも何でも。それで金稼ぎしてしまった後なんですよ。全員金返しなさいの話ですよ。3階建ての家、住む資格ないよっていう話になります。そういう関係者であればね。ただしもう医療業界もうバレてるから、僕は本当のこと言ってるから。それは高等裁判所で法律名とかは載せてないから、だから棄却した。もうそんな世の中作ったら無理ですよ。裁判所の人たちの、お子さんとかいらっしゃる方たち、無理ですって。そんな動き方していたら、世の中持たないんだから。あなたたちのお子さんがね、大きくなった時に、大人になった時に、もしくは老人になった頃、もう輸入止まりますよ。石油とかガス。ほとんど海外からの輸入してるでしょ。もうどうしようもないです。裁判所自体が三権分立守らないんだったら。ちょっと口調も今、絡み口調に自然となってしまうんですよ。他の人たち聞いていて、裁判所に対する反感とか多分持たれてる人と多分僕繋がったと思うんですね、その瞬間。言い方に関しては、まあ裁判所相手ですから、ある程度気をつけようとはしますけども、口調が自然とああなります。これが現実なんですよ。神がかり的な力が働いている世界でね、みんな生きてますんで、コンピューターももうそれを覚えてるんですよ。だから人間の理性のところで何をしなきゃならないのかっていうことをはっきりしてるんだから、みんなで建設業界も全部止めなきゃならない。建物を作ること自体。もう一戸建てとかもいろんなところで作ってしまった後。で、もう仕事の絶対数とかもう大したことないから。で、正社員の、数自体が、雇用者数がもともと2400万人台なんです。2002年の頃の竹中平蔵さんが経済産業省の大臣だった頃。もうその後経済ガタガタになってるんです。少子化だから。それは経済産業大臣だけのせいなんじゃないんです。もう今の各大臣のせいじゃないんです。もう起きてしまった後なんです。二十何年経過して。で、その一人で、大臣一人で止めれる流れじゃないんです。万博なんて大きな話は。国際条約だから。国連レベルでみんなまとまって動くしかない。で、建設業界、各先進諸国、どこも全体にもうみんな一回止めた方がいい。家、ビル、マンション、アパートを建てようとする人たちを。無理だから。入る人がいないんだから。もう作ってしまった後なんだから。だから岸田さんとかも、深刻な顔で、俺たちの計算では消費税は上がっていく方向だって言っていた時期もあったんですけど、それを僕の方で何とか押し返して、純利益出てる会社知ってますから、法人税上げましょうよって。ね、純利益たくさん持ってるから、会社はお金持ってるから新しいことを余計にするんでしょって。抑え込みましょうよって。それで消費税上げなかったらいいんですよって。で、それはもう岸田さんに今年ある程度もうそう、法人税上げますっていうこと言ってくれたでしょ。ニュース見てないあなたたちが悪いんですよ。
家帰ってから1時間2時間自主勉強しなきゃ無理ですって。毎日ニュース見といて、重要な情報は何かなって、もう早送りでもいいと思います。本当に。僕ももう大体それしなかったらもう無理だから。ニュースウォッチ9と報道ステーションとワールドビジネスサテライトを大体見てるんですけども、今の時間見てもらったらわかると思うんですけど、今報道ステーション、ワールドビジネスサテライトを録画してるから、報道ステーションの方は、今見れてない状態です。もうこういう状況、何もかも同時進行で、今日、阪神タイガースの試合が終わった後、西武ライオンズ側についてます。同点までは追いついたんですけども、その物事が進んでない。ソフトバンク、ダメだって。もう近年何回も優勝したんだし、監督はもう負けって言ってるんですよ。阪神タイガース戦でね。そう、もう3位まで入ってきちゃダメだって、本当に。ロッテとか、楽天とかのこと考えてあげなかったら、その地域の人たちは赤字になるんだから。で、自主的に順位の良いチームは、そこの地域の人たちが野球とか見に行ってくれて、スタジアムのお金を返済してるようなもんなんですから。これは本当の話。で、本当はこの話をソフトバンクの人たち知ってるんですよ。だけども、それ試合中に忘れるんでしょう。潔く男なんだったら自分から頭なんか貸したらいいじゃない、対戦チームに。自分たちが3位になっちゃダメなんだから。これ理由で、阪神タイガースへのメッセージ106番に今日記載しました。現状ね、晩ご飯僕まだ食べれないっていうことをね。晩ご飯食べたらどうせソフトバンクに1点入ったりするから。僕が西武ライオンズ側についてたら。詳細みんな見たらいいじゃない。自分の目でどんな文章書いてるか。10行ぐらいしかないから。20行あるかどうかわからないから。パソコンとかで見たら。たったそれだけ。いい？阪神タイガースの試合で淡井圭介が食事しただけで相手チームみんな1点取ってたの。試合中の時間帯に。ね？悪いのは対戦したチームでしょ？もう西武ライオンズも当てはまるし、ソフトバンクも当てはまるんです。もう日本中の経済状況とかもう分かったでしょって。もうみんな潔くなろうよ。男なんだからって。最初から正社員雇用しかなかったんだよ。契約金1億5000万横領罪だよ。年俸億超え横領罪。総理でも2400万円。安倍さんでも。自分から多分自主返納してるか、労働時間を規制していたかの、どちらか。多分そこから、所得税のこう、所得税の計算に入るんだと思いますよ。所得税の計算終わった後で年収2400万円だったらそれはわからない。だって1000万円まで、家のローンとか返済できるから、本当は総理の年収は4000何百万円なんです。大体それぐらい。大きな都の、まあ都道府県とかの知事とか大臣とかも大体それぐらい。大体でいいです。3000何百万円だったかな。で、東京都知事の小池さんは潔く自分から給与は半額にしますっていう条例作ってくれたんですよ。高すぎるから。もうこんな世の中無理だっていうこと分かってるから。そんなにたくさんの給与を得る人たちとか現れたら無理だって。で、それは小池さんとかも選挙で選ばれてるんです。期間限定。ずーっと何十年も、その、まあ、元が多分、確か東京都も3000何百万円だったと思います。そこから跳ねだから1000何百万円でしょ。そこから、まあ、社会保険を加入してるから、ある程度引いたり、まあ、それは年金としていただいたりしてますけども、厚生年金とかね。だけども、その高額所得者っていう存在が、この社会で足引っ張ってるんです。本当に。まあ、小池さんのことを言ってるんじゃないです。本当に野球界が本当にそこまでお金を手にしていたのであればっていう話なんです。だからもう話めちゃくちゃ。建設業界の知ることも本当はめちゃくちゃ。収入どうのこうのじゃもうないから。男なんだから。みんなもう潔くなろうよっていう話なんですよ。僕見てください。スポーツの勝ち負けでこれだけ貢献していて、誰もまだ1円も払ってくれてないんですよ。世界ナンバーワンワールドベースボールクラシックとか勝てたのは淡井圭介が試合の勝ち負け取り組んでるから。他の人じゃ無理なんです。理由がないから。法的にも。
それはコンピューターで判断してるんです。人間の裁判所の裁判官が簡単に棄却するからですよ。な、このコンピューターからの支配と言いましょうか、なんていうか、そういう社会で僕も限界感じたし、そのコンピューターが制する社会は間違ってるって思ったこともあるけども、かたやこれもしょうがないんじゃないか、ああなんじゃないかって、もう結論なんか出ない。ケースによって違うから。パターンって言ってもいい。形と言った方がいいかもしれない。日本人だから。だから多くの人は僕のホームページをしっかりと見てもらうこと、日本のテレビの放送番組じゃ見て誤解するだけです。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあまだ頑張ってみます。